こんにちは。信州上田の魅力を個人的独断と偏見を交えつつ発信するチャンネル、好きです信州上田へようこそ。自称信州上田ナビゲーターの伝統工芸士龍馬です。上田市には趣ある家屋が立ち並ぶ柳町という通りがあります。江戸時代には中山道と日本海を結ぶ北国街道の宿場町として、明治期には呉服屋の立ち並ぶ商い所として栄えました。その通り沿いにひときわ存在感のある建物があります。それが今日ご紹介する蕎麦屋大西です。趣ある店内に入るとまるで江戸時代にタイムスリップしたかのようです。大西の蕎麦といえば初賀蕎麦が有名です。初賀蕎麦？発芽させた蕎麦ってこと？と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まさにその通りなんです。蕎麦の実を発芽させることによって発芽期に発生する糖化酵素による甘みの増加、餅のような食感、独特のぬめりなど蕎麦の概念が変わる一品なのです。というわけで今回は発芽蕎麦をオーダーしました。さあ蕎麦がやってまいりましたよ。って器でっかっ。見てください、この蕎麦、キメの細かい細めの麺で、一般的な蕎麦と違うのは一目瞭然ですよね。ではいただきます。つゆを入れてと。うまい。噛むほどに風味が増してくる感じです。うまい。食感も一般的なそばとは全然違うな。ほら見てください、独特のぬめりがあって、それが口に入れるととろけるような食感になって美味しいんです。シンプルにそばだけですが、食べるたびに味わいが変わるような感じで、飽きが来ないでいくらでもいけちゃいそうです。美味しいな。本当にそば食べてるって感じするな。あっという間に終わっちゃった。あともう 2,3 杯はおかわりできそうだな。そしてそばの後はお待ちかねのそば湯。湯気が出て温まりそう。ごちそうさまでした。柳町という趣ある通り沿いにある蕎麦屋大西、こだわりの発芽蕎麦をぜひご賞味くださいませ。動画をご覧くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。これからも信州上田の魅力をどんどん発信していきますので、どうぞお楽しみに。